フィルボルグとドゥアハデー・ダナンによる戦いの前の代表交渉はアイルランド神話のサイクルの一つである神話物語群に含まれる二つの物語の名称である。ドゥアハデー・ダナンと先住民との間に起こった二つの戦争を取り上げたもので、一つ目は名誉権、コング近郊の困惑なクーラ・トゥラの民の領域で起きたフィルボルグとのもの、二つ目はスライゴーケン・アローコで起きた。 コモール族とのものである。マグトレドは地名であり、一般に、嘆きの平野を意味すると解されている。コアイルランド語のマグは、平地の意である。水路については、走らないし、等を意味するという説もあるが、王立協会アイルランド語時点では、嘆きを意味するとされている。現代アイルランド語では、メイトゥーリードとなり、英語化されて、モイッチラやモイテラと綴られることがある。 一つ目のテクストは、第一次、マグトゥレドの戦いないし、マグトゥレド根岸の戦いとも呼ばれ、いかにして、トゥアハデーダナンが、フィルボルグから、アイルランドの地を奪い定住したのかを語るものである。物語は、より早く、アイルランドに住んでいた部族であるネウェドの子らが、フォモール族の圧力から逃れて、ギリシアに旅立ったところから始まる。ネウェドの子孫の一軍であるフィルボルグは、 アイルランドへと帰還して、征服、三十年の間占領していたが、そこに、別のネウェドの子孫の一派、ドゥアハデーダナンが到来する。王、ヌワザに率いられた、ドゥアハデーダナンは、北の島々から三百隻の船で、アイルランドへと来航した。彼らの到来は、フィルボルグの王エオヒドマクエルクの夢で予見されていた。上陸するや、否や彼らは、自らの船を焼き払った。 交渉には、フィルボルグからは勇者スレンが、トゥアハデーダナンからはブレスが望んだ。ブレスは、アイルランドの半分を明け渡すか戦うかという、要求を出すと、フィルボルグは、戦争を選んだ。兵装を用意する猶予の後、両軍はバルガタンの道で開戦し、戦闘は4日間にわたって続いた。ヌアザと快適したスレンは、一頭の元ヌアザの右腕を切り落とした。しかし、 戦闘は、ドゥアハデー、ダナン優勢となる。急戦が呼びかけられ、フィルボルグには三つの選択肢が与えられた。アイルランドを去るか、ドゥアハデー、ダナンと土地を分け合うか、戦闘を続けるかである。フィルボルグは、なお戦闘を選んだ。スレンは、ヌアザとの一気打ちを持ちかけると、ヌアザは公平のため、片腕を縛るという条件を出し、スレンはそれを拒絶した。果たして戦争に勝った。 トアハデーダナーンはフィルボルグにアイルランドの5分の1を与えることにした。スエンは粉鳩を選び和平が結ばれた。イカミ・ディアンケヒトは沼技のために銀でできた義腕を作ったため、これにちなんで沼ざは銀の腕のわざと呼ばれる。しかし、女神・ブリギットがトアハデーダナーンは欠点なき物でなければ収めることはできないと言っていたため、 腕を失ったヌアザの代わりの王が立てられていた。選ばれたのは、ホモールの王にして、ダヌの子孫でもあるエラハの息子ブレスであった。七年後、ブレスが明かりの際に酒を飲んで命を落とすと、腕を取り戻したヌアザが福井した。この戦争は、次に述べる、第二次、マグトゥレドの戦い特別して、コングのマグトゥレドの戦いないし、南マグトゥレドの戦いと呼ばれることがある。第二次、 マグトゥレドの戦いとして知られる二つ目のテクストは、マグトゥレド最後の戦い、北マグトゥレドの戦いと呼ばれることもある。これは、アイルランドを征服したドゥアハデーダナンが、ホモール族の圧力に行くし、そして解放のために戦争を起こすに至る経緯が、書かれている。このテクストは、アイルランド来航の書やアイルランドの様々な、年代記にある、戦争の記述を大きく膨らませており、 かつてのアイルランドの神々の物語に関する最も豊かな資料の一つとなっている。16世紀の写本として発見されたが、作品自体は9世紀の素材をもと22世紀に編纂されたものと考えられている。テクストは第一次の戦いの概略から始まる。ヌワザの腕の喪失とブレスへの上位、そしてブレスがトゥアハデダナンのエリュートフォモールのエラハの、 間に生まれたことが語られる。王となったブレスは、自らの血縁のためにトゥアハデーダナーンを抑圧する。高貴な血筋の者を癒やしい仕事に就かせたり、重い年貢を課したりするなど、王にふさわしい寛大さを示すことがなかった。彼は弾劾され、イカミ・ディアンケ人によって、銀の腕を取り戻したヌわザが福井する。ブレスは王位を取り返すために、ホモールに助けを求め、父、 エラ派からは拒否されるものの、別の指導者であるジャガンのバロールが助力し、大軍勢を送る。その頃、もう一人のトゥアハデーダナントフォモールの根結であるルーが、ヌアザの宮廷に到着する。ルーは、王、ヌアザに、数々の才能を見せつけ、軍勢の指揮権を得る。戦争で、ヌアザは、バロールに殺されるが、そのバロールの孫であるルーが、スリングでバロールを撃つ。 スリングがマガンを打ち抜き頭を貫通したために、ホモール族は大損害を被る。ブレスは、この大惨事を生き延びて、ドアハデーダナンに濃厚を教えるという条件で、除名された。最後に、ルートダクザとオグマの三人が、退却したホモール族によって奪われていた、ダクザの建物を取り返す。ありがとうございます。